奥だよスネーク、奥だよスネーク。あ、オタコン。スネーク待たせたね。これがメタルギアマーク2だ。メタルギア。ああ、レックスと同じメタルギアだ。だけどこいつは兵器じゃない。君の活動をサポートする遠隔機動端末なんだ。お前はどこに。もちろんノーマット機内だ。そっちの様子はマーク2で見ているよ。俺も手先が器用ならな。そう言うなよ。民兵に扮していた君の代わりにいろいろ差し入れを持たせたんだ。まずはこいつを左目に装着してくれ。まるで眼帯だな。ソリッドアイ、レーダーなどの情報を立体的に表示する万能ゴーグルだ。構造式暗視装置への切り替えもできる。反乱兵が上がってきた。数では政府軍の PMC に勝っているみたいな。地の利もあるだろう。スネーク、いくら潜入任務といってもこの状況じゃ身を守るものが必要だ。オペレーターか。サプレッサーをつけておいた。こっちは麻酔銃だ。ご親切に。システム施行前の銃だよ。奇跡的に回収を免れた分だ。今は管理外のまともな正規銃は入手しづらいからね。一緒に来るか。もちろん、ずっと追跡しているよ。こいつを使ってね。目立たないようにステルスをオンにしておく。必要な時はスタートボタンのメニューで呼び出してくれ。分かった。スネーク、この地でリキッドを発見した情報提供者はこの先にいるはずだ。合流ポイントに向かおう。ソリッドアイ右上のレーダーにマークを表示しておいた。外は戦場だ。気をつけて。